こんにちは。サブチャンネルご覧いただきありがとうございます。マック坂へおすすめのハンドガンはハイキャパだっていう方がいらっしゃったんですけど、まあ、見てる方だとわかりますよね。ハイキャパはね、おすすめはしないですね。まあ、もう前にも言ったからあれだけど、なんでハイキャパがダメか、<laughs> ダメかって <laughs>、すごい気に入ってるんですけど、ハイキャパは。古いし、グリップがね、 グリップが太い。慣れたからいいけどあの正確に言うと丸いのハイキャパはちょっとグリップが角張ってますよね KC さんとかの STI のオリジナルグリップはまだいい,い,いなと思うんですけどなんかね妙にカクカクしてまあそのカクカクしてる方が逆に指のかかりがいいっていうのもあるし難しいところであるんですけどまあどっちでも大きいですよね大きいしダブルアクションはないしね まあ、まあ、DUR が出て結構またまよくはなってきたけど今だとねダブルアクションシングルアクションも打てるねグリップもいいやつしかも右手左手ねあの打てるようにマガジンキャッチとかスライドストップとかセーフティーとかねそういうのをまあ、ハイキャパは左側にセーフティーはあるんですけどまあ設計的にはね もう新しい設計でどんどんいいのをグリップの大きさにしてもねなんか SML と変えれたりとか、うん、サプレッサーが最初からね HK45 とかついてるのもあるじゃないですかだからそういうの考えるとハイキャパオお勧めしまいですね何をお勧めするかっていうとね自分がいいなって思うのが一番いいですよやっぱりロマン派の人にね 最新の M&P9 とかだ,と、うん、だし逆もそうですよね新しいあのタクティカルなことやったりとかそういうちょっとでもタイム切り詰めたいとか使いやすいのが欲しいっていう人にいきなりね1910とかわかんないけど <laughs> そういう古いね味のある銃、ね、1911A1 とかだとあれじゃないですかだからまあその人に会ったのがおすすめだし。 じゃあ、じゃあ、もう何も知識がないの、知識というか、大前提も何もないんであれば、まあ、最新型のハンドガンがおすすめかなと思いますね。やっぱり最新型だとね、エンジンも新しくなってるし、やっぱり改良もどんどんされてるんですよね。なんで、まあ、おすすめ、何も言わないでおすすめだとどうなんですかね。東京マリさんだと、何が一番新しいんでしたっけえ、っ、えー、と、HK45 FNX とかの黒とかあの辺ですかねあと何だっけ M45A1 えなんかガバ系ありましたよねまあ、まあ、とりあえずあの新しいやつがおすすめだし部屋打ちでねなんかリアルな操作楽しめたいんであればあのマルシンさんのもうでも手に入らないか カートリッジ仕様モデルとかねすごいいいですしまあ何かだから FPS とか入った人だったらねまあ COD とかだと結構最新型まあ BO あ,あれかあのー、ちょっと古い二次大戦のねワールド O2 でしたっけあのまあその頃だったらあの時って何でしてるか l u とか出てましたっけまあガバも出てたし まあそう考えるとガガバはいろいろ合わせやすいですけどね。ミリタリー装備とかもあるし、まあちょっと古いレトロな感じもあり、最新型もあったりとか。まあ人それぞれなんで。まあ私はなんでハイキャパ使ってるかっていうと、まあ競技でね、スティーブチャレンジーの早打ち競技だと、何使ってもいいんですけど、基本は。ただ、ホルスターだとかカスタムして、ね、ダットサイト乗せるだとか、そうなってくるとやっぱハイキャパの方がカスタムパーツが多いんですよね。なんでいろいろ自分の 細かい設定が出たり、あと、ノウハウがいろいろあるので、ハイキャパを買った方がいいけど、まあ、ちょっと遊んでみようっていう場合であれば、例えばグロックとかね、セーフティーとか、あんまり気にしなくて済むじゃないですか。なので、まあその辺がおすすめだったりとか。うん。ねえ、24好きな方だったら、USB コンパクトでしたっけね、おすすめかなと思います。はいまあ、というわけで。<laughs> あの そういうい話をしてみました、はいまあよかったらね皆さんおすすめのハンドカンまあ人それぞれでしょうけどなんかよかったななんていうのもありましたらコメントにて教えていただけば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。